俺の心を悲しさを感じる心を知る者ならガンダム俺に力を貸せ。 地球も関係ない。みんなのためにラプラスの箱を使う。引かなければこのガンダムの力をもって進行を阻止する。お父さん、わがまま許してくれますか。許す。最後の命令だ。心に従い。 ミネバ旅である。ジオンの名を受け継ぐ者として私たちには責任があるのです。ザビ家の忘れ形見が言うことか。
たちはいつだってそうだ。無責任で弱くて、だからだから人を超えた力がいる。大佐は人を超えられた方だ。人の未来は人が作るものだ。託されて歩き続けるんだ。どんなに辛い道であっても。見るな、私の中から出ていけ。ユニコーン、資格もなく他人の心に押し入るのは。あなたはそうやって見ているだけで何もしないんでしょ。ここから先は倒産と言っておこうか。押し通る。ニュータイプは若さが生む一過性の力だ。すなわち若気の至り。10年の絶望を押し付けてもらっては困るんです。可能性とは混沌だ。不定形であるがゆえに破滅にも転じやすい。まだ終わらんよ。お前の相手は私だ。お前さえいなければこんなことにはならなかったんだ。いいでしょう。お前さえいなければ忌まわしい奴らめ。
人の人間が全ての意志の代弁者にはなれない。器にでもならない。君が器足らんとするなら私と共に来い。その力埋もれさせるには惜しい。全ての人が人以上の存在になれると思うのは危険な考えだ。あなた、あなたシャーズナブルなんですか？実は私にもわからない。この恨みと絶望が一体誰のものなのか。シャーズナブルが今も生きているのか、もう人ではなくなっているのかもしれないな。強力なニュータイプは周囲の人間にも影響を与える。そういうことか。今は1パイロットとしてお前を撃つ。これでやれるな。これ以上行かせない。俺がお前を止める。お願いだ、お願いだから引いてくれ。バナージ、お前は人の可能性を示しすぎるんだ。不完全な秩序で変える方法がないなら俺はそれを守る。取り返しのつかないことなんだよ。人がそう望むなら私はシャーズナブルになる。今の私は空ではない。うつわたるこの体に何かが宿っている。私が知っているシャーズナブルは本当に死んだ。私たちはお前と同じ道は歩まない。君の迷いと恐怖が伝わってくる。可能性を残したいという思い自体が可能性を殺しているのだよ。大したものだな。君は実に優秀なパイロット。あんただけは人の未来だ。人が作るものだ。死なせるには惜しいが、やむを得ぬ。見事と言いたいが違うな。じきにわかる。究極の感能を得るということがどういうことか。暗黒に帰れ。